住の皆さんどうもこんばんは。自分の名前は高橋だ。高橋カブラというもんですわ。今日はですね、車庫を改造して作った、車庫改造池を見ていこう。で今はね、これはね7トンフレームプール池。あそこに2匹だけいるね。あれ何がいるか分かる？見えるかな、ボヤたち。これはね、ニシキゴイを2匹、なんていうのかな、パイロットフィッシュみたいな感じに入れてる、まあ、これ去年入れたんだけど、もうここ入れて3ヶ月ぐらいで、これ7トンなんだけど、向こうにね約10トンのね池があるんで見ていこう。これはその10トン池のろ過層、なんか雨ざらしにしてたらグリーンが発生してるな。これろ過層なんですよ。ろ過層っていうのは、錦鯉のうんことかを分解するしてくれる施設、下水処理場みたいな感じだから、人間でもうんちしたらこうやってうんちを溜める場所、そこで分解する。で何が分解するかって、このね毛の隙間にバクテリア、いわゆる微生物が発生する。で錦鯉のうんこを分解してくれる施設だと。これ1トンあります、重さがね。じゃあ中入っていこう。よいしょ。おかしなことなってるか。おお、みんな生きてるね、元気に。わあ、頭ぶつけた今。これが約10トン入ってる、私の錦鯉飼育施設の中。これ誰だ、エアレーション抜いたバカが。どっかのバカがエアレーション勝手に抜いてるな。まあいいや。おいおい、めちゃめちゃ綺麗でしょ。で冬場はね、このね錦鯉池、錦鯉って冬は餌与えちゃいけないんだよ。で今年1回だけちょっと舐めるほど、ほんのちょっとだけ餌を与えた。で今年になって1回しか与えてないんだけど、冬はね餌を与えすぎると調子崩すんだって。寒いじゃん、寒くてご飯食うとお腹壊すみたいな、だから基本的に餌はあげない。ただ今回撮影なんでね、特別に今年2回目の餌をちょっと舐める程度にね、1人3粒ぐらい、ほんとにちょっとだけご飯をあげていこうと思います。うわ、死んでる声は一匹もいない、病気の声も一匹もいないと。調子は非常に良さそうですね。で今日はね、気温がもう13度、14度ぐらいあって暖かいですよね。で水温はね、これ13度ぐらいあるかもな、12度かな。めちゃめちゃ綺麗でしょ。でこれね、見てほしいんですけど、初めてこの動画見てくださった人に言いたいんだけど、これ車庫なんですよ、もともと。ほら、これ車、俺が車に入れてたの、ここに。車をドスって入れて、駐車場だったんで、そこをこうやって、コンクリートでね、みんなで2ヶ月ぐらいかけて、1個ずつ、休みの日にこうやってちょっとずつ積んでって、ホームセンターで買ってきたブロックとか、いろいろやって、で、こうやって防水塗装とかして、入れて、芝居にはこっちきちんとね、こういう風にこういう風にこうろ過設備、こうか、これね、こういう錦鯉のうんこ、こいつら飯食ったらうんこするからね、生き物は。でうんこを分解する仕組みも作ってあります。でこうなってるね、だからもう完全な車庫です。車庫が池になっていると。はい、じゃあちょっと餌あげよう。ちょっとだけね、ちょっとだけ舐めるぐらい。はい、食べるか、食べんかもね、久しぶりに餌だから。もう俺が来てびっくりしてるか、ちょっと眺めとこう。気づいたか。食べないな。匂いを感じてる。誰かが食ったら食い始めるぞ。
あれ来た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 、食べないの、食べた食べた、ほら一匹が食べるともう今年2回しか餌やってないからね、1人3粒ぐらいだな、1人5粒ぐらい、なんか久しぶりすぎてようやく気づいてきた。ほらほらすごいでしょ、ずっと餌あげてなかったから好きっぱらにいきなり食うとびっくりしちゃうから、ちょっとずつね。でこの錦鯉の飼育方法でね、冬場は餌を絶対あげない派と、まあ、僕は今年2回目の餌やり、本当に舐める程度、僕はね、冬場は餌やっちゃいけないっつって、まあ鯉のね人はみんなそう言うんだけど、まあ2週間これ2週間に一遍とかほんのちょっとだったらいいんじゃないかな、ただ冬場に餌をあげすぎるとお腹下すんでね、適量で、まあ、まあ腹減ってないな、餌やっちゃいかんかったか、病気の鯉いないでしょう。一匹横転しててさ、調子悪かったのもいたんだけど、途中で一回遠慮したりね、なんだかんだしてたらみんな元気になった。で、体が白っぽくなってたんだよ、一部の鯉が。そういうのも全部治ってね。ただ食欲ないな。これ一番大きいやつで60センチぐらいかな、最大で。あとは57、55、40みたいな。一番大きいのはね、どれだろうな。おお、食った食った。警戒してるな。かっこいいね、どいつもこいつも。まあ、今日ちょっと ASMR 癒し動画でね、大正三色も太鼓があっていいね。錦鯉っていう品種があるんですよ、例えばあれ、あの子は昭和っていうね、で、あの奥行ったのあれ大正ね、こういう赤と白のは紅白、赤と白のは紅白で、昭和と大正はちょっと似てるんだけど、あの一番右側のあれ、あれは昭和ね、昭和三色、昭和三景とも言います、これ昭和ね。みんな錦鯉の種類を覚えていこう。あとはあの頭が赤くて体が白いやつ、あれは単調紅白っていう、まあ、赤と白だから紅白だけど、頭に日の丸、単調みたいな模様があるから、これ単調紅白ね、あとあそこにある頭が、体が黒くて頭、体が、こいつね、これがね、五子っていう種類です。五子ね、棒に色と書いて五子ね。お豆腐屋がやってきたな。 あとあれは大正三色、こいつね、これ大正三景、大正三色とも言ってもいいし、大正三景って言ってもいい。で、奥の黒いのはね、昭和ね。ようやく安心して飯食い始めたな。ほら、豆腐屋さんが来たら安心して飯食い始めた。紅白が多いね、ここはね。結構体高ががっちりして、この水の音が癒されるんですよね。
そんな食欲まだね、温度が低いから、何ちゅうの、まだね、そんなにバクバクもうなく食べない。だからまた今から2週間ぐらい餌止めして、4月、3月下旬、4月になったらまた徐々にちょっとずつね、餌の量を増やしていこうかなと。こうね、鯉ってね、温度が下がると半冬眠状態になるんですよ、魚類って。例えば野生にいる鯉とか、もうやっぱ冬になるとちょっと活動が鈍るかといって、何も食わないわけでもない。時折暖かくなったら食事しますよって、ちょろっとだけね。でも冬で寒いからじーっとして、体を動かさずに仮死状態じゃないけど冬眠、半冬眠みたいな。でブラックバスもそうなんですよ。冬になると寒くなると底の方に沈んでほとんど捕食しない、じーっとしてる、ただたまにねちょっとつまむ程度にご飯は食べるよみたいな。ブラックバスもそういう傾向だね。なんで魚類っていうのは周囲にもよるんですけど、もちろんね、冬場になると食事を控えてじーっとして暖かくなるのを待つというね、ことだね。おお、いいね。今日 ASMR 動画にしよう。あいつがでかいね、あの子、この子横幅が、同じ鯉でも種類によって、あ、種類じゃない、兄弟でも骨格が違うのよ。人間でもそうでしょ。同じ親から生まれた DNA なんだけど、兄弟でも身長が高かったり低かったり骨格違うのよね。で鯉も一緒で、同じ親から生まれてんのに個体によってみんな顔つきがそれぞれ全く同じ、模様もね微妙に全部違う。全く 100% 同じ模様の鯉っていうのは一匹もいないんだよ。全部微妙に違う。で骨格も兄弟だから似てるけど、やっぱり顔つきとか体型が微妙にみんな違うんだよね。そこがちょっと面白いところかな。似た鯉はいっぱいいるけど、うり二つの鯉はいるけど、みんな微妙に違うんで。いいね。ほら。ということで今日の ASMR 動画はいかがだったでしょうか。昭和もかっこいいね、あれね。こいつが昭和だからね。これね、この黒、顔に黒があるのが昭和って覚えたらいいよ。顔面に墨、墨って言うんだけど、顔に黒っぽいのが出るのは昭和で、奥に行ったでしょ。顔に墨が出ない対象はね、これ対象ね、こいつ、これ対象、これ対象ね、顔に墨がないね。顔に墨があるから昭和。まあ、ざっくりはそんなイメージ、ちなみにこれも昭和ね、これ昭和。顔に墨があって赤、白、黒3色、昭和3色ね、昭和3系ね、これも昭和で。昭和っていうのはね、成長とともに墨が浮いたり沈んだりするのよ。人間でいう入れ墨みたいな、タトゥーみたいな、この墨っていうんだけど、この黒いのね、この黒いのが出たり沈んだり変化する。で模様が変わったりする。まあそれがまた面白いみたいな、成長とともに変わっていくんですよ。だからあいつなんか墨が濃くなったり薄くなったり、今薄い墨がまた将来出てきたり変化すると。でこういう顔の模様もね、微妙に変化する、年々ね。まあそういう変化が楽しめるかな、この昭和3色はね。
まあ、そんなにねクソ高い声は言ってもいないんだけど、あの高い声はね本当に30万円からみたいな、30万50万100万みたいな、中には500万1000万、中には1億って声もいるんで、そういう高い声はいないんですけど、まあ、高くてもうちだと数万円ぐらいかな、あと3000円の声とか7000円の声、1万2万みたいな、うん、まあ、5万の声もいるけど、うん、いう感じで高い声はねうちないんですけど、まあさすがに声で100万の声はよう買えないよな。なんで100万になっちゃったってね、声が、まあ、数万、高くてうちは数万円みたいな感じですかね基本的に、うん、あの恋とかは金額言っとくけど、こいつは7000円だからね、この紅白は、うん、この白い色はね黄金かなプラチナかな、うん、あれも3000円とかで、このネズミ色のやつは1700円、これねリンリンソラコイ1700円、楽天通販で買いましたっていうところかな、うん、でこの大きな声、これは1万円、この声ね1万円で購入です。この子、この子はね7000円です。この子はヤフオクで7000円で購入しました。この声ね、高い声もねいつか買いたいと思うんですけど、まあだけど30万以上の声は買うことないかな。あでも20万の以上の声は買ったらあかんね、うん、この声のね、なんていうのかな、あのサイトだと、本当に30万からみたいなね、クソ高い声はさすがにそんなオークションやれないんで、まあ、このぐらいの数万円、高くて数万円ぐらいの価格帯の声で楽しんでいくのがいいんじゃないかな。こいつも7000円、8000円の声、この声8000円、ほんとね錦鯉って難しいんだよ、ね、この声8000円なんだよ、これこの声見えるだけど、そっくりな声がなんかよく似た声が30万とかで売ってんだよ、50万とか100万とかだから、まあ価格って難しいなって、うん、思いますよ。ちなみにこれ、こいつ、これ5万円ね。こいつ5万。ちょっと高いよね。はい、ということで今日はね、車庫改造で、こんな感じで自宅の車庫を改造して巨大魚を飼育してやってますということでした。またお会いしましょう。